皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。今日はラジコン飛行機を飛ばそう第24回大きなスケール機でも着陸の練習をしようをお送りします。ローリング、ゆっくりと、そして確実に助走しましょう。これができないと近い将来離陸で失敗して墜落しますよ。ギアアップ。ちなみに使用機体は前回から引き続きフリーウィングスピットファイアマーク9、幅 1600mm、 飛行重量 3.7kg、 バッテリーは 6S5000mAh です。一回ローパスをします。どうですか、ゆかりさんの操縦はかっこいいでしょ。それでは着陸の練習、つまりタッチ&ゴーをしてみましょう。ギアダウン、ランディングフラップ。エアスピードが速すぎるので頭を上げて減速しています。調整が終わったら地面間近まで頭下げを維持しましょう。大腹だとエアスピードとシンクレートを交互に調整しているのがわかりますね。さて、他のクラブインが滑走路に入ったのでちょっとタッチ&ゴーはお休みです。その間にこの機体のお話をしましょう。最初に話した通り、この機体はフリーウィングフライトラインシリーズのスピットファイアマーク9の大きい方です。購入するとモーター、アンプ、プロペラ、サーボなどなど、つまりバッテリーと受信機以外全部セットで、しかも取り付け済みの状態で届きます。まあお金払えば誰でもこの状態で入手できるということです。発泡機なので特に夏は直射日光下への放置厳禁ですが、それ以外は飛びも形状も素晴らしく、おすすめの機体です。実際ゆったりとした速度で安定して飛んでいるでしょう。着陸も安定していて簡単です。タイヤも実物同様大型で芝滑走路を華麗に走ります。まあこれを買えばこのゆかりさんのように華麗に着陸できるってことですね。あ、私の操縦は初心者からは非常に簡単そうに見えて騙されるらしいですよ。ちょっと意味わからないですね。さて、滑走路が開いたのでタッチ&ゴーを再開します。本当に優雅に降下してくるでしょ。素晴らしいですね。対戦機といいますか、ビリン式で大型のフラップがある機体は頭上げで着地する必要はありません。あまり気にせず水平程度で着地しましょう。ただしフラップがない機体や出す量が不足している機体はエアスピードが下がらないので、かなりの頭上げで着地する必要があります。で、頭上げで進入するとエレベーターに空気が送られず、エレベーターが失速して頭から地面に突っ込みやすくなります。まあフラップはしっかりと出して使えって、そういうことですね。フラップを出すタイミングですが、これは降下を開始する前です。早すぎて困るということはありません。ランディングフラップ、余裕を持って出しましょう。着地する寸前にブレーキとか言いながら出す人がいたりしますが、フラップが出てから機体が安定するまでに数秒かかるので、調節うまい人以外はやめた方がいいです。人が乗れる飛行機が生まれて約100年以上経過しました。飛行機の操縦方法の書籍はたくさんあります。人類100年の英知の結晶が意外とたくさんあります。飛行機の映像資料、書籍、ゲームなどは楽しいですし、そのままラジコン飛行機に活用できるので私としてはおすすめです。ところで、実はこの映像、前回の映像から連続で撮影しているので飛行時間がそろそろ9分です。安心して長く飛べるのもこの機体のいいところですね。
それでは着陸します。ランディングフラップ、ターンレフト360、ランウェイインサイト、コンティニュー。着地したら操縦桿を引いて機体を地面に押し付けましょう。それでは高評価とチャンネル登録をお願いします。ゆずきゆかりがお送りしました。それではまた。